<music> こんにちは新しい友達『お笑いダウンタウン』の松本としが15日放送のフジテレビ系ワイドナショー毎週日,週日曜前1 0 0 0に出演10月末にジャニーズ事務所を退所した俳優の山下智久について自身の考えを語ったコメンテーターの菊池亜美が退所は結構多いじゃないですか そこはそう考えてたんだろうなーって思ってたんですけど、と前置きし、その前のマイナスな問題があって、そこをうやむやにして、活動自粛の間に対処してて、しかも事後報告。ファン的にはちょっともやっとするんじゃないかなと思うと、持論を展開。それを聞いた松本は、もし僕が彼のファンクラブか、なんかに入ってたら、もうすごいやるせない結末だなと思いますけど。 僕は彼のファンクラブに入っていないので、別にいいんですけどねと、ボケを交えて、意見を述べた。続けて、自粛って自らが行動を停止するっていうことじゃないですか。でもこれは、事務所が言った活動自粛であって、本人はこの自粛を納得してなかったって、ことでもいいんですよねと語った。また、松本すげえ、俺のこと言う,言うじゃんって思われるかもしれないんですけど、彼にね、本当に疑問を言っているだけなんですけどと、本音を取ろう。 もやもやするから、そこは一応、僕は言わないといけない立場。立場なのか分からんけど、こんなお仕事させてもらってるんで、そりゃ言うんですけどと、コメンテーターとして、責任感を持って発言していると明かした。テリー・伊藤が、山下智久に悪役のおすすめ二枚目として、海外で成功するのは厳しい。演出家のテリー・伊藤七70が15日、TBSK ワイドショーサンデー・ジャポンに出演。 10月末でジャニーズ事務所を退所した山下智久35に囁かれるハリウッド映画出演について自身の見解を述べた番組内で山下は8月に発覚した未成年女性との飲酒による活動自粛期間中に制作費200億円に及ぶ米ハリウッド映画の出演をオファーされたことが事務所退所のきっかけとなったとする記事を紹介これにテリーは山ピは男じゃないですかと前置きした上で 海外で役者としてやってくなら、悪役をやるとか違う部分を出した方が、長生きできると指摘。続けて、東洋人が2枚目として、海外で成功するのは厳しい。癖のあるものをやっていくべきとした。それでもヤマピーは、そういう戦略を立てていると思うから、ぜひ頑張ってほしいとエールを送った。次のオーディオビデオでお会いしましょう。